それではいろいろな判例で遊ぼうを始めようと思います。いろいろな判例で遊ぼうと。今回は前回に引き続いてですね、一位分解性を持たない聖域の話をしようと思います。一位分解性を持たない聖域ですね。前回いろいろ準備したので、今日は本題に入っていこうと思います。で、聖域は前回お話ししましたね。一応口でだけ言っておくと、ゼロ因子を持たない間のことを聖域と言いました。特に過干間に対して言うことの方が多いです。で、聖域の例と聖域にならない例を両方挙げました。で、今回はこの本題の一位分解性ですね、こっちの話をしていこうと思います。で、いつもの通りこれやる前にいろいろ準備がいるわけですね。その話をしていきましょう。で、まず準備なんですけど、 D は聖域としましょう。で、U in D が逆円持つ場合ですね。この時、失敗したな、まあいいや。この時 U を単元と言います。英語で言うとユニットです。で、単元の積にならない正義の弦を合成弦と言います。定義からですね、まず体の弦というのは全部単弦です。あ、正確に言うと、体の下方の単位弦のゼロ以外の全ての弦ですけど、もちろんそれ割り算が可能だからですね。で、あとですね、一応具体的な範に対する具体的な単元も紹介しましょう。じゃあ定義じゃなくて例ですね。例、 Z の単元は正負の1です。で、あとですね、これカオスの整数って言うんですが、 ZY、 これ真数加工式が X の代わりに I 入れたやつですが、で、もちろん I の2乗をマイナス1ってするやつですけど、で、これの単元はプラスマイナス1だとプラスマイナス I があります。こういうのが単元ですね。で、単元でも共生数でも、単元でも共生弦でもない弦のことを素弦と言います。要はこれ素数の一般化ですね。で、要は一位分解正規っていうのを次に定義しますけど、これは素因数分解の一位性っていうのがあったわけで、あれがちゃんと成立してるようなやつのことを一位分解正域と言います。整数の場合はもちろん素因数分解の一位性があるので一位分解正域なんですが、これ一般の正域に行っちゃうとこうはなんないんですね。じゃあ実際にそうなんないような例があるかというのが今回のお話なわけです。で、まあいろいろ言いましたが、ひとまずきちんと定義を
書きましょう。D はこれ果敢な聖域ですね。まず D が一位分解聖域というのは何ぞという話なんですが、一位分解聖域と、あ、これ後で書くのでそれで UFD と書くことにします。 UFD っていうのは、ユニークファクトリゼーションドメインですね。で、D が一分解聖域というのは何かというと、D のすべての非ゼロ、非単元が D の素元の有限項の積になっている。さらに、間違えた、おっと、さらにですね、因子の積の順番ですね、順と単元の積の自由を除いて一時的です。単元の積のちょっとスペースないですが頑張って自由度を除いて一、これはあのステリス分解のことを考えてもらえればいいですね。因子の積の順番というのはもちろんあの今過干渉なので積の順番関係ないわけですね。でその書き方があるので単純に書き方の問題ですよと。であと単元の積についてはさっきの ZI を見てもらうといいですね。 i の4乗って1になりますけど、i の4乗が1になるので i の8乗も1だし i の12乗ももちろん1ですね。で、というのをいくつあっても1なのでその分というのがいくらでもいくらかけても形式上は表記が同じじゃないわけですが、そういう部分は別にあの考えても意味がないので、そういうのは無視しますっていうのはこの単元の積の自由度っていうのの意味です。で、まあこれももちろん面倒くさいこと言ってますけど、さっきも言った通り、素因数分解の一位性を正規に出して一般化してるだけです。なので、さっきも言いましたが、一位分解正規の例としては、Z です。素因数分解の一位性ってやつですね。なので問題としては一位分解正規でないものがあるかというのが問題なんですが、もちろんありますよということです。一位分解正持たない聖域があります。聖域が存在すると。で、これ証明ですけど、
まあ、いつも通り例を挙げればいいですね。 Z ルート5というのが例になります。これ上からちょっと何回か使ってるやつですね。一応もう一回定義書くと A プラス B ルート5っていう形のやつで、 A と B は整数というやつです。でもちろんルート5の2乗は5になると思っていろいろ計算をやっていきます。でこれの一次分解性がないっていうことを具体的に見るんですが、まず欲しい証明は省略しますが、事実が2つあってそれをうまいこと使います。まず事実1、Z ルート5の単元は A2 乗マイナス B2 乗、間違えた、 5B2 乗ですね、1を満たします。あ、セカンド弦をもちろん A プラス B ルート5と書いた場合の A と B が満たす条件ですね、これは。でこれどう思うと分かるかというと、 A プラス B ルート5、 A マイナス B ルート5っていうのが A2 乗マイナスここ B2 乗であるっていうことに気づくと見やすいですね。要はここが1になるような条件です。いわばこれルート5に関して強約な数っていうのが幾何学元の候補になってて、捨ててるのをうまいこと引っ張ってくるっていう、そういう話ですね。でこれもうちょっと言うとですね、こう見てもいいですね。 A プラス B ルート5の幾何学元っていうのを力ずくで考えると、 A プラス B ルート5分の1ですけど、これをいわゆる有理化するわけですね。有理化すると、間違えた、ちょっと書き直しましょう。有理化すると A2 乗マイナス 5B2 乗分の A マイナス B ルート5となるわけですね。でこれが、でこれがというか、ここの係数の部分がいつでも整数になってなきゃまずいわけですね。でこの A2 乗マイナス 5B2 乗が1だったら分母がないので、係数が自然と整数になってくれるわけですね。なのでこの A2 乗マイナス 5B2 乗イコール1だったら単元になってるっていうのは、そういうところから来ています。あ、これ満たすって書いちゃいましたけど、実際にはそういうのしかありえないというのが主張です。まあこれでちょっと大雑把に気分は分かってもらえたと思います。であともう一個の事実を紹介します。事実にですね、事実に、これ何かというと、A プラス B ルート5、これが非ゼロ非単元、非ゼロで単元でもないとすると、 A2 乗マイナス 5B2 乗、これが4より大きくなるというのがあります。なのでここから素源が分かっちゃうわけですね。
A プラス B ルート5が素源だったら 1A2 乗マイナス 5B2 乗、これが4より小さいということになります。で、これを具体的に調べると何になるかっていうと、2と1と、あ、ちょ、間違えた、2と、ちょっと書き直し、2と1プラスルート5とマイナス1プラスルート5、これが素源だというのが分かります。間違えた、素源、で、素源が何だか分かったわけですが、今度はこれで4を2通りに因数分解してみましょう。4というのはもちろん 2×2 とかけるわけですね。これが普通の整数の世界ですが、今 z ルート5っていう不思議なところでやってるので、こういう因数分解もできます。で、素因数分解の一時性というのは、こういうような二通りの表記がないというのが素因数分解の一時性だったわけで、一時分解性はないわけですね。なので Z ルート5というのが一時分解性を持たないことが分かりました。一時分解性なしと。で、最後に注意一つしとくとですね、この Z ルート5っていうのはなかなかいい人なんですね。あと他にも Z ルート2とかでも人なんですが、これは結構いろんな性質持ってます。いろんな性質っていうのは、あの Z が持ってない いろんな性質ですね。今言ったような一時分解性持てないだとか、そういうのがあるので、代数で何かあった時にこの辺の考える癖をつけておくと、比較的判例が楽に作れることがあります。もちろん少なくとも初等的な範囲であれば比較的いい判例をいろいろ作ってくれます。というわけで、この辺のZルート2とかルート5というあたりはきちんと覚えておくと、なかなか役にやってくれます。で、2回にわたりましたが、一時分解性を持たない正規については以上で終わります。お疲れ様でした。